ハロダジャハの武藤松陰です。今回ご紹介いたしますのがこちら、岩頭商業所ということで、これまで応用順の9世紀憂霊戦名不正難の孔子廟堂碑というふうに見てまいりましたけれども、最後の一人である貯水量の書いた岩頭商業所についてご紹介いたします。まずは人物から見てまいりましょう。貯水量は596年から658年までを生きた作家でございます。最も有名な作品に岩頭商業所がありまして、応用順愚青南とともに初頭の三大家と数えられます。応用順愚青南というのは、彼らは二人大体同じ世代を生きた作家でありましたけれども、愚青南というのは彼らよりも40年後に生まれております。40歳年少であるわけですね。また初頭の三大家ということで、彼らと同じく唐の大僧に仕えたわけでありますけれども、これは愚青南の死後、愚青南は唐の大僧に大変重用されておりましたので、唐の大僧は愚青南が死んだ時にとても悲しむわけですね。というわけで、議長にポスト愚青南として彼なら奥義書法の話ができますよということで推挙されたのがこの貯水量であるわけですね。というわけで、愚青南のポジションに入った後輩貯水量であるわけですけれども、彼も愚青南と同じように唐の大僧に大変重用された、信頼されたわけなんですね。というわけで、唐の大僧が死んだ時にはですね、時代皇帝となる李治、後の高宗でありますけれども、彼をよろしく頼むと、また何があっても死刑を免ずるというね、そういう特権を貯水量は大僧から与えられたわけなんですね。また文公愛作とありますけれども、この文公というのは大僧の送り名でございます。送り名というのは死んだ後に与えられる名前なんですけれども、この文公愛作というのは要するに弔辞ですね。弔辞を書いたのもこの貯水量でございます。というわけで、この大僧時代、上官の時代というのは貯水量にとって大変良い時代でした。ただ唐の大僧の死後、貯水量は一人の女に人生を狂わされてしまうわけなんですね。こちらの図をご覧ください。上官とありますけれども、これは唐の大僧が生きていた時代であります。先ほども申し上げましたけれども、この唐の大僧と貯水量というのは信頼関係にあったわけですね。それによって、時代皇帝となる息子である李治、後の高宗でありますけれども、彼をよろしく頼むぞと貯水量に言ったわけです。ただここに一人のやべえやつ、やべえ女が、武将儀というんですけれども、彼女は唐の大僧の正妻になれなかった、いわば元カノのような存在なんですけれども、それを息子の李治は、パパの元カノだけどちょっと武将儀のことが気になっちゃうわけなんですね。この武将儀は唐の大僧の死後に天寺に入るわけなんですけれども、高宗となった李治は天寺から武将儀を連れ出して自分の近くに置くわけなんですね。それによって事態が一変いたします。このように唐の大僧の死後、高宗と武将儀というのはスキピ同士になるわけですね。すると武将儀、皇后になるなんて言い出すわけですね。私が正妻になる、もう正妻はね、高宗にはいるわけですよ。ただ貯水量、唐の大僧に高宗を頼むぞ、息子を頼むぞというふうに言われておりますので、武将儀は皇后にふさわしくないと強く反対するわけなんですね。そういうふうに言われた武将儀、ブチギレです。なんだこいつは、貯水量を死刑にしろというふうに言うわけですね。ただ貯水量、唐の大僧から何があっても死刑にできない、そういう特権を与えられておりますので、死刑にはできないよというわけなんですね。ですから死刑にできないということで、結局ベトナムに飛ばされてしまうわけですね。ベトナムまで飛ばされた後、お願い死なないで貯水量、あんたが倒れたら唐の大僧との約束はどうなっちゃうのというわけなんですけれども、次回貯水量死すということで、63歳でこの世を去るというわけなんですね。その後、武将儀というのは側転武功になるわけなんですね。聞いたことのある方も多いと思いますけれども、この側転武功というのは中国唯一の女帝でございます。それから側転武功なんですけれども、書でも少し有名なんですね。朝鮮大使碑というんですけれども、この台の方なんですけれども、飛白という書体で書かれております。ハケで書かれたようなね、この鳥がピヨピヨついているこういう文字でも有名なんですけれども、もう一つこの側転武功、文字を作っているんですね。側転文字というんですけれども、そのほとんどというのは今は全然使われていない文字なんですけれども、一つだけ身近な文字がありまして、水戸黄門として有名な徳川光圀でありますけれども、この国という字が実は側転文字なんですね。そんな文字まで作ってしまうような狂った女に人生を狂わされてしまった貯水量なんですけれども、その貯水量がベトナムに行って死んだ後にですね、武将儀が皇后になることに賛成していた、そういう派閥によって貯水量は爵位を剥奪されてしまうわけです。ただ側転武功が死ぬ時にですね、また爵位を貯水量に戻したというわけでね、とんだヒステリックな女だなと思うんですけれども、このように貯水量というのは中国の政治史的に見ても重要な人物であるわけです。続いて最も有名な岩頭商業所について見ていきましょう。岩頭商業所は653年に作られたものでございます。内容といたしましては、現状三蔵法師なんて言われたりしますけれども、あの西遊記に出てくる三蔵法師ですね。西遊記の中で三蔵法師は、あの3人の仲間たちを連れてどこに向かいたかったのかと言いますと、天竺でございます。
天竺というのは昔のインドの故障でありますけれども、三蔵法師は仏教の経典を持って帰ることを目的にあの旅をしているわけなんですね。その仏教の経典を持ち帰り、そして翻訳した、この功績を称えたものというのが商業所であるわけです。唐の大僧と高僧が専文しておりまして、唐の大僧が書いたものというのが商業所、高僧の書いたものというのは商業所記というわけなんですね。この2つを合わせて元唐商業所と言われます。著水量が58歳の時に初端したものでありまして、これは珍しく掘った人も判明しております。万文章という人物なんですけれども、これは明らかに国の技術、掘る技術というのが応用順グセーナの時代20年ぐらい前、その時代よりも明らかに向上しております。またその日というのは西安の大岩塔というところに今現存しておりまして、僕も行ったんですけれども、このようなところです。このような塔がありまして、このように入り口がありまして、その隣に2つ部屋があるわけなんですけれども、右側に商業所記、左側に商業所が今でも見ることができます。夏の西安はとても暑かったんですけれども、それで行ってみたらこれでございます。門が閉められていて、とてもじゃないけど見ることのできないような状況でした。これが商業所記、そしてこれが商業所であります。これから拓本を見ながら臨書を鑑賞していきましょう。一文字目は2、二画目は右から筆を受けてぐっと突き返して創筆してあります。これを逆筆と言います。二文字目は偽、一画目と二画目は角をぶつけることなくやや離して書くことによって明るさがあります。また作りの一画目と二画目も同様です。また作りでは横画が続きますが、その横画の起筆というのはそれぞれ変化がございます。要所に逆筆で書かれた線があり、このように行所の筆意、いわゆる行意を持って書かれた線があるというのがこの岩塔商業所の一つの特徴です。また右下に抜ける矛の部分でありますけれども、筆の上下動豊かに抑揚があり伸びやかな線で書かれてあります。また最終角へ続く左払いは思ったよりも重厚に書かれてあります。続いての文字はある、一画目の起筆は強く徐々に力を抜いて書かれてあります。また二画目は思い切り左からかなり遠い位置から書かれてあります。三画目は二画目と接することなく、また4画目は1画目と軽く接し、転接の後の縦画は抑揚豊かにその線には変化があります。最後の2つの点もその方向に十分な変化があります。最後の文字は象、1画目と2画目はやはり離して書かれてあります。また3画目4画目はぐっと振り子のように筆を振り、逆筆で起筆されてあります。また4画目はぐっと筆を吊り、太い細いの抑揚があります。またこの像は思ったよりも頭でっかちに描かれてあります。7画目の左払いはぐっと押し出してあり、また続く左払いにも全て角度に変化がございます。全体に細身の字でありましたが、最後の右払いは大変重厚に払われてあります。というわけで貯水量の書いた岩塔商業所見てまいりましたけども、これでね、応用順、愚性難、貯水量、この初等の3大家全員の説明を終わりました。初等の3大家三者三様の書風があることがお分かりいただけたんじゃないでしょうか。というわけでこの動画は以上で終わろうと思いますけれども、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。社会にペンジェン。